はいカメラマンの石山です、えー、今日は1月の22日月曜日今夜中になっておりますけども、えー、最近ですね私の撮影の被写体として家の中で椿をずっと撮っていますでなぜね椿を撮っているのかというとですね、えー、伊東のですね伊東市ですね静岡県の伊東市ですけどもそちらの方にですね リンガフランカ城ヶ崎文化資料館っていうのがねあります。まあ概要欄のにねちょっと詳しく載せますけども、えー、そちらの方でですね2月の14日から2月の25日まで、えー、約10日間ですね。でただですね前期と後期に分かれてるんですけども前期が14日から18日の日曜日までですね。で、えー、後期がですね21日から 25日ということで1920ですねの月火は、えー、会場がねお休みだということで、まあ、前期と後期に分けて取るんですけど、まあ、展示会があるんですけども、まあ、どういう展示会かというとですね伊東市の花が、まあ、椿ということで、えー、伊のの中にはです、ね、椿の名称が結構あるらしいんです私もねあまり詳しくなかったんですけどもね伊東にね移住している えー、友人の方というかまあ知り合いの方が、えー、今度ねこういうのやるんだけども参加しないかということでねお誘い受けて参加させていただくんですけどもでその椿にまつわる椿のいろいろなものっていうのをね、えー、コラボ展っていう形でやりますでそれのサッカーさんはですね、えー、稼働の方が、えー、いますそして陶芸の方もいらっしゃいます そして、まあ、写真ですね。あと絵画の方。そして俳句の方。短歌の方。あと書の方ですね。あとはおことっていうのがねありますけども、これは、えー、17日土曜日のレセプションというふうになってますね。あと天茶もですね、ありますね。これは土日になりますね。えー、あと椿マーケットっていうのね、えー、なんかいろいろと。 椿にまつわるいろんなものを販売するということですねあとは、えー、ワークショップなんかもねあったりしてますね、えー、企画展椿を椿,キング、えー、椿に集うというね、えー 展示会に、まあ、コラボ展になりますけどもねそちらの方に参加させていただきますでねアーティストさん結構多いので、えー、展示に関してはですね写真もですね1点のみというふうになっておりますで、えー、私の場合は A さんの、えー、プリントで画像して展示しようかなというふうになっておりますでまあそれにね向けて今いろいろと撮影をしているところなんですけどもね 椿のねその展示のお話いただいたのが去年の12月に入ってからだったので、えー、椿がさすがにまだ咲いていないそれから伊藤にその作品のために写真を撮りに行ってもですね一日でやっぱり撮るっていうのはなかなか難しいだろうっていうのもあって切り、えー、花の椿で えー、参加させてもらえるならばということで参加させていただくことになりましたなのでね東京の知り合いのあのお花屋さんにお願いをしまして椿をですね、えー、取り寄せていただいて今写真をねずっと撮っているところです、えー、椿もですねいろんな種類があるんですねこれ参加することでねあのいろいろと調べてみたりね花言葉見たりとかねなんかいろいろとこう調べるんですけどもね イメージの中の中は、ね、赤い花っていうのがあったんですけどもね実はいろいろな種類があってで今撮っているものは、えー、白い椿で赤いこう模様がちょっと入ってるっていうね椿を選んでます、えー、でサザンカとね椿の違いっていうのもねありますよねまあ漠然とサザンカは花びらで散っていって椿は花ごと落ちていく っていう、ね、あのイメージを持っていたんですけどもまあゆくゆく調べていくとやはりそうでサザンカは花びらごと散っていきますよっていうのってねツはだから花ごと落ちるのでね、えー、武士の方には嫌われる花っていうふうにねなんかよく言われてたりとかねするんですけどもね、えー、でツのですね持っている花言葉とかねそういうものを調べながら自分の中でこうツのイメージをね、えー、膨らませながら。 まあ、たどり着いたイメージはちょっと奥ゆかしき花かなっていうところでねなんかそういうものをですね表現できるためにはですねどうしようかなっていうところで、まあ、ちょっとアンダーメな、えー、アンダーメって言ったらねいけないんだけどローキー気味な、えー、華やかなねバーっとね明るい花ではなくてちょっと、えー、落ち着いた感じで。 そのたたずまいをですね、花のたたずまいをね、撮っていければなというふうにね、今、苦戦しているところです。えー、でねが、カメラはね、この EOS の R5 使ってます、えー。レンズはね、85mm のこのハーフマクロの STM の、ね、レンズになりますけども、こちらをね、使ってます。えー、好みで言うと、本当はね、50mm ぐらいで撮りたいんですけども、50mm で、 えー、マクロ的にこう寄っていけるレンズがなくて、まあ、35mm は、ね、ありますけども 35mm だとちょっと、えー、パースがつきすぎるかなというところで、えーまあ、50mm60mm ぐらいが一番本当はね使いたいところなんですけどもね、えー、キヤノンさんの場合はないので、まあ、この 85mm を使ってるという感じです。 でフジフィルムさんのね XE3 とかですねオリンパスの OMDEM1M2 とかもですね、えー、同じような価格で一応こう撮っていってるんですけども、えー、結果的にはですね R5 で写真をもう撮っていくっていうふうにね決めましたで理由がね何点かあるんですけどもまあ一番大きな部分で言うと、えー、マニュアルフォーカスでよって ていくんでですけどもで先ほどもね言ったようにちょっとアンダー目とかあのローキー気味な写真を撮っていこうとしている時に、えー、そのモニターファインダーで画角決めるというよりもモニターを見ながら、えー、決めていってたんですけどもそうするとですねやっぱり今私が持ってる富士の XE3 とオリンパスの OMDEM1 のモニター がですねちょっと見にくいなっていうのとあと、えー、マニュアルフォーカスでピント合わせていく時に、えー、非常にですねちょっと使いづらかったかなってまあその点は、えー、キヤノンさんの方が、えー、使い勝手が良かったかなっていうところでねこのカメラにしました、まあ、画素数もね大きいので、えーまあ、余裕もあるかなっていうところもねありますけども、えー、本当はねフジフィルムさんの 色の良さが、ね、あるのでそちらも使ってみたいなっていうのも、ね、あったんですけども、えー、結果的にはですね、まあ、キャノン R5 でいこうというふうに、ね、決めて今こちらで、ね、撮ってますでいつもはね3対 235mm の、えー、フルサイズカメラの比率ね、えー、縦横比の比率なんですけども3対2なんですけども今回のその椿の 写真1点だけね出すっていうところで、えー、あえて4対3を選びましたでなぜかというと3対2だとちょっと横長になってしまってね、あのー、なるので、まあ、少しですね、えー、まあ正方形ね 1>, 1対1っていうのもね考えたんですけどもまあでも4対3の画角でまあ昔のねシノゴとか 8x10 とかまあ今も使ってますけどもそちらの方の比率に近い方がねいいなというところで、えー、あえて4対3っていうね比率にして今取っていってますなので、えー、この後ねちょっと、えー、本番用の、えー、まだどの1枚にするか決めてませんけども、えー、何点かね取って 中からい、えー、とね、えーまあ、数点ね見ていただければなと思います。でねあの YouTube の動画とか写真がですねあのちょっとローキー気味な写真なんかを載せるとどうしてもアンダー目に見えてしまっているようなので少しね明るくしたものを、えー 今日は、ね、見ていただこうかなと思いますなので、まあ、お時間のある方近くの方いらっしゃいましたらですね是非会場の方にね大きなプリントで展示している、まあ、A 3のサイズになりますけどもねあの大きなプリントの写真をね是非見に来ていただければなと思います R5 ねとっても今使いやすいですね、はい、なので 85mm のねマクロレンズもハーフマクロのレンズも非常にいい感じだなと。 思っておりますということでね、えー、写真を見ていただければと